はい、どうも、横浜イカサロンの藤森です。本日もお越しいただきましてありがとうございます。それでは今日も手筋の問題ご紹介したいと思うんですけども、今回のは実は前々回にね、出した動画で、上手がね、よく使う手の傾向と対策ということでやらせていただいたんですけども、その中からできた問題ということになります。まだね、前回の動画見てないよって方は、下の方にリンクも貼っております。まあ、ここでさらっとおさらいしたいと思うんですが、この一見受けの時に詰めてきて挟むのが大事だよと。で、飛んで、つけて、まあ、このような形の詳細なね、解説をしたんですけども、で、ここでまあ下がる手がいいよと言ったんですが、とてもね、ここにも傷もあるし、一見飛びの穴も開いてるし、なかなか私にはこういう手を打てないということで、実は囲碁サロンの方で質問を受けまして、まあ確かになと言われてみればかなり薄いような形ですから、ここの形からできる手筋今回紹介したいと思います。で、まあ白が例えば出てきまして、押さえました。で、切って、繋いで、張ってくる。こうやってなんかこう攻め合いみたいにされるのが怖いよということだったんですね。で、これね、まあ押さえますよね、当然。はい。で、跳ねてくるんですよ。で、ここで押さえて、つないで、で、この時なんです。ここで非常に、よくできる、実践で非常に使えるテクニックがあるんで、ご紹介したいと思います。ここでほとんどの人が、特に何も考えずに、疑わずにね、ここついでしまうんですけど、つなぐと、確かにややこしいことになるんです。跳ねられて、こんな風に来られてね、攻め合いになってしまうんですよ。で、こうなると、まあ、結論から言うとちょっと無条件は大変なんですね。この黒をまあ助けようと思うとこうみたいな形になっちゃうんですけど、するとやや難しくなってしまう。なのでここでこれ実践で本当にねできるんです。よくできるんで、手筋紹介したいと思います。この時に知らないとなかなかね不思議とその位置発想にいかないんですけど、ここで跳ねる手が手筋になります。この手非常に大事です。はい。でこれ打つと切られた時にもう当たりとすぐ取れますね。はい。逃げてももちろんドーンと取れますから大丈夫です。で、例えば白がこちらの方にじゃあ攻め合いに行こうとしましても当たりして、これもつなげて、でこう打つとね2手しかないんですよ。なのでやっぱり切ってきても間に合わない、白はね取られてしまうわけですね。はい。これで黒が大成功ということになります。はい。ということでこのね羽が、打つと大丈夫なケースね、実は結構無理手を撃退するときに非常に多いですから、ぜひこういう形のね羽根継ぎ打たれたらこの羽根をね発想に入れてもらえればと思います。まあ押さえてきたら、まあ、これ分かりやすく当たりして1個取らせて当たりして、まあ繋いだら取ればいいですよね。はい。なのでそう、まあ石の流れとして自然なんでここすぐついちゃう気持ちはすごく分かるんですが、白のダメが詰まってるときとかちょっと攻め合いが忙しいときはこの一線の羽根がすごく妙手になることがあります。はい。で、その他もう一つ。ですね、まあ、繋いだ時に、こう下がられた時もよくわからないと。はい。これにはですね、確かに、攻め合いになるんですよ。黒が1、2、3、4手。白も1、2、3、4手ですね。なので、例えばこんな風に形よくね、ここを分断しようと思うと、これは今4対4の状態ですから、白が先にね、詰めることになるので、で、黒が3手、で、白5手みたいになりますから、これは、黒としてはよろしくないですね。なのでダメを詰めなければいけないんですけど、ここから詰めようとするとねちょっとこうなって1個取られちゃうんで、はい、これも良くないので、ここではね一見形悪いようなんですけど、グッとここにしっかりダメを詰めておくのが大事になってきます。で逃げようとしても押さえて、逃げようとしてもねこちらの隅っこの方に行かせて、これで白が例えば跳ねましても跳ねて、で、次に、もう当たりされちゃうとね、取られちゃうんで、白繋ぐぐらいですけども、それからこちら元を繋いで、白が詰めてきても、先に当たりをすることができますから、取ることができます。はい。ということで、これでですね、白としては打つ手がないかな。あと飛ぶぐらいですかね。まあ、飛んでくるのは出て、渡ったように見えますけど、こう、一個一個も当たり仕掛けていって、まあ、ここで挟みつけることができますので、取ることができますね。これも当たりで逃げたらドンということになります。はい。ということで今回はですね、まあ、非常に実践で、使う、まあ、前回もね有力な作戦ですよということで紹介しましたので、まあ、こういったところがね怖くなくなるとより使いやすくなると思いますから、まあ、出てくる手だとかね切る手っていうのは怖くないんだよということで覚えていただけたらいいかなと。そして、先ほどやったね、ここからか、はい、
まあ、この一戦のねこの羽が本当によくできますので、ぜひとも今回ので、あ、こういう手もあるんだなと知ってもらえればいいかなというふうに思います。はい、ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございます。毎日いろいろなね、皆さんのリアルなこう悩みに、解決できればいいかなと思っておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。またねコメント欄なんかでもいろいろご質問いただければ、私もね、あ、こういうの作っていこうかなとか思うので、ぜひともいろいろとよろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。